願いします。お願いします。本気じゃない YouTube で高野さんをやりたいと思います。イエイ。一応私がシンガポールに行ってる間に、はい、高野さんの試合が発表されました。はい。一応お望み通りの雷神でございます。雷神出場です。はい。どうですか。まあベタなとこですけど反響は。反響は。チャンピオンになった時より反響あります。あもうさ、俺自身、まあ、ライジンそこそこ出させてもらったんだけど、ライジン出るたびにおめでとうございますって言われるのが結構ムカつくんだよね。俺もその時点で、私はその時点でまあしょうがない、まあムカつかないけど、うん、いやすごいねってすごい言われたけど、うん、チャンピオンになった時の方がすごいよって、うん、はいはいはい、なんかチャンピオンになった時褒めてよもっとって思ってました。出るだけでめでたいような脳みそしてねえよみたいなのは思っちゃうんですよね。まあすね、はい、はい、すいませんこんなことを言って。いや、はい、まあ、よかったです。あの同じって感じ。近いものはあるってことですよね。はい、はい、うん、まあでもまあないよりはあった方がいいんですけどね。もちろん出るってなって反響が、まあ、はい、うん、まあ、高さんに関してはようやくかみたいな風に思われてる部分もあるだろうし、みんな言ってくれました。ああやっぱそうでしょう、はい、まあ実力的に要するに出てしかりな本当ははずだったとは思うんで、はい、それがようやくっていうことなんだと思います。はい、嬉しいですね。はい、でまあまあなんだろう、まあ、対戦相手とかの話とかしまんまあれなんで、まあ、本当はした方がいいのかもしれないけど、なんだろう、まあ、いわゆるオフィシャルなとこじゃないとこでするような話、まあ、この俺とやるとなんか人の悪口ばっかりになっちゃうからさ、うん、そうね、うん、あんまりね別にね、うんうん、悪口はでももうそんな言ってないから、うん、まあ、そういう試合じゃないと思うし、うん、そうですね、関係ないですね、うん、なんか普通にこう強くて良い選手同士のぶつかり合いみたいな感じだと思うし、はい、はい、なんか逆にここでだからこそ言えるようなこととか言ってもらえたら、ここでだからこそ、うん、ないかなわざわざ撮ってるのに、うん、わざわざ撮ってるのにな、すいません何も出てこない。まあ速報性がさ、俺の YouTube には全くないから、あのいわゆるこの本気になってから、うん、撮影して要するにナレーション撮りしてとかでわざわざやって、なんかその編集も、うん、あのちゃんとプロの人がやってくれてる分逆に時間かかっちゃうから、この全くプロの所要ではないこの、うん、撮って流すだけの私の YouTube だからこその出せる速報性とかもあると思うので、なんか、今のあったかい、もうちょうど2週間ちょい、3週間半になったわけですけど、うん、はい、ないですよ。ない、試合が発表されて、うん、一晩でフォロワーが100人増えました。おー、まあでも100人だからな。そう、赤が知れてますよね。うん、それを言ったら俺だってなんだろう、このシンガポールのゴタゴタで俺が結構あのさ遊泳中でツイートしまくるじゃん、水泳とかホテル暮らしでツイートしまくる、そしたらそれでフォロワー増えるからね、100ぐらい呼びで増えてるし、あれおかしいな増えてるからね、あれ、うん、そっか、うん、そうですね、うん、まあ、あんまないないのか、ないですね、ないのか、なんかでもどういうキャラにさせられてるのかなっていうのはあります。まあやっぱなんかまあ言っても俺のジムだからなんかこうちょっとなんかこう飛ばしてほしいとかいうのはやっぱ若干あるんだとは思うんだけどね。まあ、まあ、うん、いかんせん意外と普通なところは普通だからね。そう、うん、まあちょっと伝わりづらいものはあると思います。そうですね。あの会見の時私結構もう笑ってなかったじゃないですか。うん、あ、うんうん、シュッとした感じで頑張ってたよね。ちょっと顔やばいですね、怖かった自分が、笑ってない自分嫌だなって思う。ああそう、でももういかんせんさ、もう
そのフレッシュキャラではないじゃん。もう、うん、いかんせん貫禄はあるから。貫禄面白かったです、ね。うん、どうしたって貫禄あったよ。ありました。うん、今は今ないですよ。今ほとんどプライベートの状態じゃないですか。格闘技の場に行くと貫禄。そう、まあまあちゃんとシュッとした格好してると貫禄の方が先に出ちゃうっていう話です。そっか。はい。まあしょうがないよね。だからこそこうなんだろう、ポットでじゃないわけじゃん。ポットで出るわけじゃん。いよいよかってなるのはそのそういう話だから。はいはい。うん、じゃあいいのかな。はい、じゃあ、まあ、とりあえずはこんな感じでちょっとこういう感じのをまめにやっていこうかと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。